波をかぶってマイクがポチャってしまいましたので、プロツイってます。ここにボールが残ってます。皆さんにご紹介するのはぬしまであります。沼島と書いてぬしま。この島は日本初期古事記の伝説上、日本で最初の島、おのころ島と言われております。後ろに見えてるのが、これは淡路島です。淡路島の沖合 4.6 キロにあるのがこちら、これがぬしまです。沼島と書いてぬしまと読みます。現在は兵庫県の南淡路市の、一角なんですけども、長くですね、ここはぬしま村といって島単独の行政区域だったんですが、今省庁再編の結果じゃなくて市町村合併の結果ですね、こっちが対岸が南淡路島なんです、淡路市なんですが、この対岸の南淡路市の行政区域になってます。ぬしま上陸しました。ここはですね、浮桟橋じゃなくて岸壁にそのまま止めました。結構ね、広い港で、大きな声だと言いづらいですけども、プレジャーボートがちょっと止めるようなところはいくらでもありますから、割とプレジャーボートフレンドリーな島ですね。ただし、これは常識ですけども、浮桟橋って潮の干満と一緒にこう連動しますから大丈夫なんですけど、これ岸壁は固定されてますから、だから潮が引くとですね、船が宙吊りになったりするんですよ。だからそのタイミングの潮汐が満潮なのか干潮なのかで、多分ね、今満潮に近いと思うんで、これから干潮で潮が引いていった時に、どんどん船の方だけ下がってきますから、宙吊りにならないようにという、そういう配慮は必要です。で、岸壁止めるときには、フェンダーっていう防舷材、あれが傷つかないように、ベニヤ板等を1枚かますケースもあるんですけど、今日は大丈夫っしょ。はい、いうことで、おのころアイランド上陸。これからハモを食べに参ります。平成十何年ですから、今から2、30年前にできた海水浴場です。素晴らしい海水浴場。9月最初の日曜日なんで、もうちょっと人がいてもいいだろうと思うんですが、もったいねえなー。あなたもプライベートビーチ
人っ子一人いない理由が分かりました。現在近隣工事中で、はい、閉鎖中。もったいねえなー俺。だいたい俺人口400人ぐらいしかいないのに何のための工事なんだよこれ。世の中の構図です。まあ、離島はね、運賃がかかるんでガソリン等の値段が高いというのは有名ですが、実は沼島は15円引きになってます。まあ、こうやってですね、とある政治グループは、まあ、ゆや票を集めると、はい、日本の構図です。沼島というのはですね、人口400人ぐらいなんですけども、観光客が毎年2万人ぐらい来るんですよ。で、観光客の大半は何時に来るかというと、あの豊富な魚介、特にですね、夏場のハモ、これがまあ沼島名物で、基本淡路島の玉ねぎと沼島のハモを合わせたハモ鍋ってやつがですね絶品ということで、むっちゃ高いんですよ。あの1人1万円近くするんですけどね、大体どこ行っても。今日はこのお食事どころ朝山、それでは行ってみよう。お疲れさんです。お疲れさんです。ああ、沼島といえばハモでね、ハモのこれは湯通ししてあります、梅肉ですね。ハモの刺身、はい、それからお寿司、ハモの寿司、これはもうあの醤油じゃなくてすだちだけで、ね、食べると。あとですね、ハモと、ハモの何か白子と肝ですかね、なんかハモ、それからこれ鴨鍋の材料、お湯がね、見えてからお店の人が食べ方を教えてくれるらしいですが、一緒のうちに一回ぐらい食った方がいいですよ。はい、いただきます。うまうま。これ刺身もちょっと炙ったら、皮炙ったら、この梅肉は全部が多分これ湯通ししてありますけど、刺身はねちょっとだけ皮炙ってあるんですね、香りがついてます。これすだちで食うとめっちゃうまいわ。これめっちゃうま。うわっ、この食感がたまらん、コリコリ。ハモの天ぷら、お鍋になって煮えてる間にハモの天ぷら、うまいこと探ってるわ。家で絶対こんな感じのサクサクの衣で天ぷら揚げられる。赤い、やっぱ赤これ塩も絶妙なの。うまっ。メインディッシュはハモすき、ハモ鍋じゃなくてハモすき。なんでかというとですね、お出汁があのお砂糖が入っているすき焼きの味なんですが、ここにですねこのハモ、いやーこれ骨切りすんの大変やと思うわ。今ね隣でね食べてたご婦人に帰りがけ挨拶された。辛坊さんですよね、ファンでしたってでしたって悩めてましたね。卵たっぷりハモ雑炊。いやー私ねいつもこれ罪の意識にとらわれるんだわ。魚卵系ってさものすごい大量に食うじゃないですか。あれ一匹一匹帰って魚になったら余計な魚となるのに卵のうちに食うてええんかなとか思うんですけど、ハモの卵を最後に入れて、
梅。うめ。どうぞどうぞ。